こう離婚の原因っていうのを考えてみて、最近はまあ非常に日本は離婚が多くてですね、まあ、言ってみればもうほとんどの人が離婚してるって感じで、まあシングルの方が多いんですけども、まあ、ここにあの狼の絵を描き、絵を載せましたが、狼っていうのはちょっと 見かけは獰猛なんですけども、狼は本当に夫婦愛が深くてですね、だいたい10キロ四方ぐらいのところに縄張りを張るわけですね。まあ、そこで結婚をしまして、子供を産みます。非常に夫婦仲が良くて、一生もちろん離婚もせずに添い遂げますね。よく狼は他人の子供も育てるということも言いますし、まあ、人間の子供が狼に育てられたという伝説もあるわけであります。本当かどうかは別にしまして、狼の性質はそういう性質なんですね。10キロ四方の縄張りがあって、まあ、そこで夫婦と子供が生活します。ところがある時に例えば嫁いでいった、自分の兄弟の女、あのメスがですね、何かの加減で例えば、夫が戦いで死んだりなんかしますと、そこに帰ってきます。その、自分の兄弟も、その一緒に生活をします。それから例えば隣のその縄張りに子供だけが残されちゃったりしますと、それを引き取って育ったりします。まあ、そういう点では、まあ、夫婦愛、家庭愛というものが非常に強い、まあ、動物でですね、まあ、狼よりかは人間の方が劣ると、まあ、こういうことになるわけですね。それで、まあ、今まで数回にわたって男女というものをですね、まあ、動物の例から少し考えてみました。動物の例から考えるのが危険であるということも同時に分かりながらですね、かつ、まあ、動物から教えられることも使うという、まあ、スタンスでやってきたわけでありますが、人間の場合、離婚が多いのはある意味では当然ではあるんですね。まあ、一つはですね、まあ、前回お話しましたが、男性の性欲が破壊されてないんですよね、男性には性欲というのが。これ誘導型性欲で、まあ、女性がお化粧したり、まあ、品を作ったり、隠したりしますと、それに応じて男性の性欲が出るわけですね。で、結婚までは女性はですね、まあデートのたびにお化粧もちゃんとしてきますし、恥ずかしがったのにしますし、まあいろいろするんですが、結婚しますとね、突然女性がお化粧もほとんどしない。もう何か明けっぴろげで、いびき立てて寝てると。こういうことになりますね。もちろん女性だけが家庭の中で遠慮しないっていうんじゃないんで、そういうことじゃなくて、そういう女性、妻の姿を見ると、男性の性欲はもう誘導されないんですよね。男性の性欲が誘導的じゃなければですね、奥さんが、結婚前はお化粧してしなしなしてて、結婚後は、ここはお化粧しないで、ぐーぐーいびきを立てて寝ててもですね、性欲が男性にあれば、愛情が変わらないというか、性欲としての愛情が変わらないんですが、なんだって女性に誘導されてますからね、その誘導がなくなっちゃうわけですよ。だから本当は昔のように、結婚しても薄化粧をして、というのがですね、本当は偉いんですよね。そうしますと、結婚の時は男女の愛ですからね。男女の愛っていうのは、まあ、基本的には、まあ、ちょっと言いにくいんですけど、基本的にはやっぱり性欲なんですね。まあ、そういう意味では、奥さんがですね、やっぱり結婚した後も、お化粧をし、恥ずかしがり、女性らしい仕草を見せることによって、男性の誘導型性欲が一定に保たれるわけですね。まあ、だから、まあ、日本の男性が結婚してですね、だんだん奥さんに対する愛情がなくなるのは、これは当然なんですね。まあ当然って変なんですけど。女性はもともと性欲がありますから、変わらないんですけども、男性はそういうことで外に出ますと、今度は、お化粧をして、品を作って、隠すという女性がいますからね。やっぱ浮気をしがちになるっていう。まあそういうことになるんで、これは必然的なんですね。それからもう一つ、社会的要請があるんですね。本当にこう動物の面白いもんで、例えば男と女の産み分けですね。これは男の方がですね、死にやすいもんですから、だいたい受胎率というのはですね、男性が非常に多いんですよね。そして、まあ生まれてくるのは女性はほとんどちゃんと生まれてくるんですが、女の子はですね、男の子は、流産したらなんかするもんですから、それその分だけ余計に産むんですね。ところがその後また不思議なのは、男性と女性が二十歳、つまり
生殖年齢になるときに1対1になるように、やっぱり男の子を少し余計に産むんですよ。それは男の子が交通事故なんかで死ぬんですね。じゃあ交通事故で死ぬ比率を考えて、確か今1対 1.02 だと思うんですけど、その分だけ余計に産むっていうのはどうしてかってことですね。神秘的ですよね。セックスするときにですね、そういうことを考えるわけじゃないんですが、やっぱり社会的な要請でできるんですね。ですから、戦争が起こると子供の数が増えるんですよ。これはまあ人間ばかりじゃなくて他の動物もそうなんですね。で、今は戦争がないので、人口は減少してもそれほど困らないわけです。困るのは年金ぐらいですから、まあ、これは社会制度を変えて定年を伸ばしゃいいことなんで、あんまり生殖には関係ないんですね。ですからまあ、やっぱり子供の数が減る。子供を作る必要がなければ、夫婦は実際はいりませんからね。だから離婚が増えると。まあ、こういうふうになる。それから、もう一つはさらに人間的な、っていうか精神的なもんですけど、現在はですね、何が人生で大切ですかという質問に対して、夫婦って答えるのは少ないんですよ。もちろん国家とか、社会とか仕事っていうのも少ないんですけど、一番多いのは家庭なんですね。ですから、人間はですね、結婚して、まあ3年ぐらい、まあ3年目の浮気っていうのがありますが、3年ぐらいは、まあ、いわば男女というのが必要なんですが、それ以降一番大事なのはやっぱり家庭なんですね。夫ではなくてお父さんがいるんですよね。お母さんがいるんです。子供も必要というふうになりまして、家庭が一番大切になります。家庭が大切だから、本当は離婚はしないんですね。ところが、家庭が大切っていうのと、夫婦がですね、もう性欲もないし、子供を産む必要ないということになってですね、そこで亀裂が入るので、非常にここで苦しむんですよね。離婚はしたい。しかし離婚すると家庭を失う。ということでですね、まあ、その狭間でまあ苦しむと、まあ、いうことが起こって、まあ、離婚というのが人生で最も寿命にも影響するし、ストレスにも影響するものだという統計があるんですが、まあ、そういうものになるんですね。それからもう一つはですね、しきたりがなくなったということですね。昔はまあ、結婚するときに女の人は角を隠すために角隠しをしたりですね、まあ、男は男だから一回目取った妻をちゃんと守るんだとかいったこういったしきたりがあったんですが、今ではそういうしきたりがなくて、それぞれの人が自分で判断することになります。そうしますとですね、一番問題なのが、男と女は正しいと考えることが違うんですよね。違うから結婚するわけですね。私がよく、結婚とはどういう意味ですかって聞かれたら、私がこう言うんですね。結婚というのは人生を2倍にすることだと。もしも自分の妻が自分と同じ考えなら、結婚しても人生は変わらない。しかし、私が考えることと妻が考えること全く違うので、2倍の人生になると。まあ、こう答えるわけですが、つまり、結婚というのは考えの違う人と一緒に生活するというところに意義があるわけですね。考えが違うんですから、意見が合わないんですよ。だから、夫婦喧嘩になるわけですね。で、これは、自分が正しいということが正しいんだと。こういうふうに現代人は思うんですね。これは非常に傲慢な心で、自分が正しいと思うことは自分が正しいと思ってるだけで、普遍的に正しいことがわからないわけですよ。お釈迦さんに聞いたら間違ってると言われるかもしれないですね。だって、事実、自民党もいれば、共産党もいるわけですから。自民党は自由民主主義がいいと思い、共産党は共産主義がいいと思ってるわけですからね。このことだけ見てもですね、人は正しいと考えることが違うということをもう言ってるわけですね。もちろん女の人と男の人では違うわけです。女の人はやや慎重派だし、まあいろんなことにやや消極的な人が多いですね。まあ最近はまあ草食性男子がいて違うかもしれませんが、男性はやや積極的でありますし、まあ大体電気なんか好きで、女性は洋服が好きだったりも、趣味から何から違うんですね。僕なんか塩辛とかそういうのが好きなんだ。お酒とか。だけど女性はケーキなんか好きなんですけど、僕なんかケーキなんか全然食べたいと思わない。だけども、その性格が違う、好みの違う人が一緒に生活することによって生活が倍になるわけですから、自分が正しいことを正しいと主張しちゃいけないんですよね。自分はこれが正しいと思うけども、あなたは女性だから全然違うのが正しいと思うだろうねと。女性の方も、私はこのぐらいが正しいと思うけども、あなたは男だから違うことが正しいと思うはずだわねと。もちろんクーラーの温度もそうですね。何しろ女性は男よりか食べる量が少ないんですから、体の中で燃やすカロリーも違いますから、それはあんまり寒いのは嫌なんですよ。
男はもうガンガン食べてガンガン燃やしますからね。やっぱり暑いわけですから、クーラーの温度も女性は寒いといい、男は暑いといいっていうのもこれもまた当然のことなんですね。だからこそ結婚してるのに、まあ、なかなか難しいですね。まあここでは、まあ4番目はいつでもお話をしてるんですけど、この男女のルーツっていう機会にですね、男性の性欲が誘導型性欲であるっていう点は、ちょっと奥さんは考えた方がいいんじゃないかと思いますね。薄化粧とかですね。それから社会的には戦争がないので子供を作る必要がないってことは、個別の夫婦にも影響を及ぼすということですね。